次はね、つま先まあまあナチュラルな感じで、外向きすぎないぐらい行きましょうか。でこれつま先の方に膝が入ってって、この時にこう膝が前に出ないように、ね、しっかり後ろに。難しい人はなんか椅子かなんか持ってこうやってね、これでもいいですから。後ろに、つま先より膝が前に行かないようにね。そうね、こう行かないね、後ろに。で上半身も起こしてください。こうね、15ね、行きます。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9、しっかり外ね、10 1 2 3 4 5。はい、お尻が。次は広げます。広げるね。ちょっとつま先も外に広げてみて、足も広げてください。でこの膝はもうつま先とつま先に沿ってこう広がっていくと、ここもうちょっと広げていいんですか。うん、ここがそうですね、こういう状態ね、広げて、これはこう内に入らんでね、しっかりつま先の方に待ってます。もうちょっと待って、いやいや、そうならなくて、これそう、これどうなんですか。15ね、いきます。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5。あー、OK、来ましたね。